藤よし子の美しい贈り物。私が建てようとしている宮は壮大なものです。私たちの神はすべての神々に勝って大いなる神だからです。私が建てようとしている宮は壮大なものです。私たちの神はすべての神々に勝って大いなる神だからです。第二歴代2の5。おはようございます。伊藤よし子です。おはようございます。森田ひろみです。今日も白家フェローシップチャーチ牧師の伊藤よし子先生にお話を伺います。よろしくお願いします。聖書の御言葉って本当に壮大な年月をかけて書かれていますね。そして世界最古の本として、また今日現在までずっと読み継がれてきた、何千年も何千年も悠久の昔から神の書として受け継がれているこの書、その聖書の中でこのダビデ王という王様が出てくるんですが、その王様の子供ソロモン王が、まあ、エルサレムの神殿を建てたんですが、その時のお言葉が今日の御言葉なんですね。神が建てようとしている宮は壮大なもの、私たちの神は大いなる神だという、私たちはあれも神これも神、本当に、なんて言うんでしょう、小さなものをね、こう偶像を作ってしまって、それが落として割れるようなもの、変えなければ、古くなったらまた買い替える、作り変える、そのようなものを神とし、また動物や神様が作った素晴らしい天や太陽や海や山や火や全てのもの、そういうものを神々にしてきてしまいました。でも唯一の神はこの天地万物、宇宙、大自然、私たち自身も母の胎の中で巧みな神の創造の御業として作ってくださっているんですね。先祖を通し、その DNA を通し、父母を選び、私たちが母の胎の中でデザインされ、生まれて私たちがこの地上に存在しているということも、人間の力ではどうすることもできない、なのに人間は人間の手で神を作ってしまう、人間の目で壮大な大自然を見てそれを神としてしまうんですよね。でもここで言われているのは、私たちの神はそのような人間が作った神々に勝って大いなる神様だよと言っているんです。ですから、その神様と人が出会うこの地上における真の聖なる場所、これが神様の家なる宮なんだという、その宮の中で本当にこのダビデはいつも神様に出会っていました。神を愛し、心から神を崇めて、そして真の聖なる聖女で礼拝をし、このダビデ王を通して壮大な歴史が組み込まれ、イエス様のこのルーツまで行っているわけですが、この宮というものは私たちのやがて幕屋や神殿や、そして教会を表す、神様を心から崇め賛美し、そして心から神様に感謝する、それが、まあ、教会の宮という礼拝所なんですね。その礼拝をするということを通して、私たちはそこで大いなる偉大なる唯一の神に出会うわけです、そして私たちの心、誰にも言えない、また自分でも理解することのできない深いところにある傷やトラウマ、私たちの命の全ての全この人格や全命を保証を持って守ってくださるこの神様が、私たちを知り尽くしておられる。私たちは自分の内臓もよくわからないし、髪の毛の数もわからないですけど、神様は私たちが今思っている心も言葉で出る前から知っていると言っています、まして私たちの細胞の一つ一つを作ってくださった、母の胎の中で組み立ててくださったその神様が、私たちを熟知しておられる。その神様に出会う場所が必要なんだというところで、このソロモン王は素晴らしい大神殿を建てた、そのソロモン王が民全体に神を、唯一の神を礼拝する、父と子と聖霊の神を礼拝することによって、その時代、黄金時代を築いたという歴史があるんですね。そのソロモン王の言葉なんですが、私たちも、
白家という宮で、本当に小さな赤ちゃん、胎児の赤ちゃん、お腹の中にいるそのお母さんの中にいる赤ちゃんから、そして年を重ねたそのような方々までが、全ての世代が一つに礼拝するときに、神様の素晴らしい豊かな御臨在を感じることができますね。そうですね、はい、さあ今日も一曲お送りしましょう。はい、今日は J ウォッシップでお届けします、主の宮。イエスよ、あなたに上かわいて御前に祈る。十字架の血潮で清められた御座の前に行こう。イエスよ、主の宮をお送りしました。私たちの教会の子どもたちは礼拝が大好きで、はい、ある時本当に子どもたちも多くの問題を抱えているんですね。そしてその宮に集まって本当に涙を流して祈るんですね、うん、親にも言えないようなことを神様に祈っている姿で、たまにその祈りが聞こえてくるんですけど、うん、ああ学校で何かがあったなって、でもそのようなことを神様に祈る、そのことを通して子どもたちが祈り終わった時、神様の賛美歌を歌いながら元気になっていく姿を見ると本当に麗しいなって思います。私たちも本当に生きて働く神様が、この宮の中で私たちの礼拝を喜んでくださる、これが私たちの何よりの安息であり、誰かに相談してもまた相談した人に悩みが移っていくこともあるし、心配をかけることもあるし、でも私たちのことを全部知って私たちの幸せを毎日毎日願っている、そのイエス様の前で日曜日の日、また祈祷会の日、本当にその宮に入って一人祈るときに私たちの心は満たされていきますね。はい、本当にこの素晴らしい神を礼拝するということがどんなに私たちの人生の助けになったことでしょう、ね、さあ今日も礼拝にどうぞお越しください。この後第一礼拝は9時から、第二礼拝は11時、土曜日の第三礼拝は午後6時からです。火曜日の第四礼拝は午前11時からです。金曜日と土曜日はカフェがオープンしています。12時から3時までのランチタイムの時間、予約や詳しいことについては電話 098-989-7627、 989-7627、 白い家にお問い合わせください。私たちのこの宮の中にある時ぽつり座っていらっしゃる方がいます。どこから来たのかな、聖堂を開けて、そして本当にこのステンドグラスから輝く光を浴びながらずっとずっと泣いて祈ってらっしゃる方がいます。本当に声をかけるのも申し訳ないぐらい肩を震わせて祈っていらっしゃる方がいます。でも気がつくとまた静かに帰っていかれる、
神の前に集うというのはそういうことだなって思いますね、うん、きっとその方の祈りが必ず聞かれ、そしてその祈りを通してまた新しいその希望が与えられることを信じます。私たちの命をすべてご存知の神と共に生きる、これが礼拝の生活ではないかとそのように考えます。どうぞ皆様も日曜日の朝、いろいろな思いを持って神を賛美し、そして神の前に祈りに来ませんか。あなたの人生を誰よりも命をかけて心配してくださるイエス様が、あなたの将来に素晴らしいことを準備してくださる、これが私たちの何か証ですね。そうですね、はい、今日も素晴らしい一日をお送りください。神様があなたを見守っておられます。ありがとうございました。